どうも、テラクです。ミンゴリやりましょう。まあ、なんて言いたいのかな。ミンゴルやらない日あってもいいんですけど、ガチャ忘れちゃうんですよね。また忘れちゃったよ、ガチャ。結構大事なガチャなんですけど、忘れてしまうんですよね。つれえわ。これがつらい。つらいというか、全然つらくないんですけど。うん、ダメダメだよな。お、やった、スクールバッグ。ファラオスーツ、じゃあプロツアー行きましょう。皆さん、コロナには十分気をつけてください。もう気をつけても無駄な部分ところまで来てるのかもしれない。感染率が高いっていうやつ、本当にやばいわ、あれ。本当とんでもねえものを、中京は作りやがったわ。じゃあ行きましょう。そろそろコスチューム変えてもいいかな。うん。ちょっとコスチューム変えようかな。ホワイトブルーレオタード、すごい好きだったんですけど、プロフェッショナルプラ6関係する、あ、プラ全パラ5パーか、この辺だね。クルクルパッドの範囲、発生範囲が拡大する。だからこの辺で、うん、幸運パッドっていうパターグリーン、グリーン限定、この辺がやっぱ強いのかもしれない。それ用にちょっと作ろうかな。これでいいかな。これを使って、これがそうなんだ、幸運パッド20特大、うん、でプロフェッショナル特大。やっぱすごいすごいギアだな、これだけでも。うん、クラブがこれか、4発打てるんだよな。これも悪くないけどね。なるほどね、悪くないな。ブーストは、ただこれあれか、ヘッドホンがつけられないんだ、ブーストで。このクリスタルネックレスが必要になるから。あれ、時計どこ行った、これか。99、今つけてるのか、ブーストプラ27、少し落ちるな。 0.1% 落ちるんだこれ。もうそこまで行っちゃったんだ。へえ、マジ。ああ、そうなんだ。そっか、もういらないんだな。ってことは32は、これは、うわ、同じだわ、 BP ブースト。あー、腕時計の時代が終わっちゃった。まあまだもうちょっとだけど、同率か。
腕時計しなくてよくなった。32、これが一番高いのかな、このスタッドピアスが。 BP ブーストが一番高い、自分の持ってる中で。これで腕時計なしと。一回行ってみようかな。ですね、まあちょっと危惧するところは391ヤードショットが打てないんですよ。そこがあるんで、300やっぱり変えるか。で無風は無風で打ちたいから、まあこうだよね。で変えたらアクセサリーは、これだっけ、これか。フォーカスフルスイングはつけなきゃいけない。まあこうなっちゃうのか。うん、ちょっと一周しようかな MGC。 チケットは15枚あって、まあ一番やりたい下回効果はジャックポットガーデン。わあ、ここか。ジャックポットガーデンはここですと。ここですよと。マジやらかしてるやん、これ。完全に。完全にやらかしてる。想像してなかった。で無風だよな。うわ、やらかしてる。まあいいか、ちょ全部やろう。まあまあ結果オーライまあ結果オーライ。まさかこういうコースとは思わなかった。いきなり。ちょっと今回の MGC 本気だな。抜き打ちコースがあるとは思わなかった。ここが次か。どうだろうね。次の最終ホールが気になるからまだ打ってないか。無風。オッケー。
いや、やめて。あー、すぐ殴る。1、2、下。無風使っ、まだいいよね、使って。4.7。これで行くはず、大丈夫。で、おお、怖っ怖っ挙動が変。あぶねえ。これクルパの関係ある。クルクルパッドの恩恵受けてるかもしれない。最終ホールどんなんだろう。最終ホール見よう。もうなんか危なっかしいよね。あそこか。なるほどね。無風は一回使わなきゃいけないから、ここでフルスインか。ここでフルスイ使って、いいね。まあ雨の関係もあるから、それを考えて打たなきゃいけない。1,2,3,4 下で無風、雨分を考えて打つ。これでいいか。まあ入るでしょう。入る、大丈夫。 OK。 一応最低ラインは取った。ジャックポットガーデンは今の感じなんだ。どうしようかな。今日はこのぐらいでいっか。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の MGC もよろしくお願いします。失礼します。